ペジェンの月ペジェンの月ペジェンの月は1705年にインドネシアにおいて最初に発見されたペジェン鼓と称される巨大な青銅器の銅庫である。月の輪とも称される。マレー五世界最大の銅庫であり、東南アジアにおける青銅器時代の最大の遺物として知られる。バリ島のギャニャール県タンパクシリングの村、ペジェンに位置するプラタランサシ寺院に保存され、 非常に神聖なものとして祀られている。この銅庫は、バリ島の初期の稲作にまつわる儀礼に使用されたと考えられる。銅庫ペジェンの月は、2020年3月31日、インドネシアの文化遺産に登録されている。およそ紀元前500年より、東南アジアの大陸部から島諸部にも金属機が伝来するようになると、海上交易により、 インドネシア東部にも道庫が伝えられた。特に、ベトナム北部に橋を発する、代表的な初期金属機文化である、ドンソン文化の影響は大きく、インドネシアのほぼ全域において、典型的なドンソン道庫が認められるとともに、ペジェンツズミのような独特な形式の道庫もまた、制作されていった。ジャワー,ー東部のラモンガンからは、年代の重なるヘーゲル愛式道庫とペジェンツズミが、 共に出土している。巨大な銅庫であるペジェンの月は紀元前3世紀頃のものと言われる。このペジェンの月は1705年インドネシアで初めて発見された銅庫として有名な博物学者であるゲオルクルンフィウスにより報告された。ペジェン鼓はおそらくバリ島初期のテー稲作に関係する儀礼において重要な役割を果たした。 ペジェンツ済みの調査結果によると、それらは主に故障、湧水、河川の石といった、考えの水源付近の場所より発見されている。また、この青銅機の銅庫の故障である根からは、ここで巨大な太鼓の意であり、それは、すべてのガムラン楽器の先祖であるとされ、再起であった銅庫の製作より、時代を経て、青銅楽器ガムランの技術に発達したと考えられる。 東ジャワのペジェン筒ミの形式の銅子ペジェン筒ミの形式ペジェン筒ミのような形式の銅子は、ドンソン文化によるヘーゲル愛式銅子に見られる横に広がった形状とは異なり、背が高く細長いという特徴がある。この独特なペジェン筒ミはインドネシア産であると考えられ、イ型がバリ島のマヌアバ並びにセンビラにより発見されている。銅子、ペジェンの月は、 特にその大きさとともに装飾においても独特な衣装を見ることができる。ペジェンの月はこれまで発見された銅庫のうち最大のもので高さ1 8 6 5トル湖面直径1 6 0トルである。形状は太鼓のようであるが、胴部は細長く、かつ巨大化している。装飾においては銅上部に 特徴的な一体の人面の衣装が特に認められ、また、湖面中央には星が描かれており、螺旋状に絡み合う衣装により囲まれている。この銅子、ペジェンの月には多くの伝説がある。ある伝説においては、この銅子はかつて輝く光を広くもたらす天空の車輪であったため、昔は夜の間も常に明るかったという。伝承によれば、 大昔の地球には13個の月があったと言われる。ある日、その月の一つが地上に落ちて木の枝に引っかかった。その月の光が非常に明るく照らすため、夜のうちに泥棒はのみを働くことができなくなった。そこである時、泥棒が話し合いによって月の光を消すことになり、泥棒の一人が木に登って尿をかけて輝く月光を消そうとした。 すると芝叩く間に月は爆発して、その欠けた月が、銅子、ペジェンの月になった。銅子の底部に見られる欠損は、その爆発によるものであるとも言われる。また別の伝説においては、この銅子は、バリ神話における月の女神でウィ、ラティの耳飾りであったと伝えられている。ありがとうございます。